これあれですよね、これあれですよ、ピンポンの先輩なんで、ちょっと、うん、こうどんな感じとか言ってもらった方が、そうですね、だって最初からほらできたわけじゃないじゃないですか、うん、あ、そうですね、だから僕の場合一人でなかなか一人ではいけないんで、はい、みんなと行けるんでやりやすいっていうのが分かったんですね、うんうん、で、皆さんと動くとそのピンポンも押しやすいんで、なんかあればなんかこう話ができるんですよ、なんかこう自分の気持ちをこう共有できるんで、だからこうやりやすいのと、で横からやってる姿も見れるんで、またあこうやってやればいいんだみたいな、こう勉強しながらこう押していくと、どんどんこう熱くなってくるんですよ、うん、どんどん、ね、あの勢いでなんか勢いが出て、うん、もうもっとガンガンいっちゃうよみたいな感じで、そのこう高ぶるんで、うん、高ぶるから楽しいですよ、うん、まあ最初はあの聞いてるだけでいいです、うん、そうで横で見てるだけでも楽しいですよ、3人1組で回る予定でいるので、うん、それだけであとまあね話できる人は話する、ね、そう本当早く来てほしかったら、うん、そうそうついて歩くだけでいいですよ、見てるだけで楽しいですから、うん、だから参加する方で、あれはね一人じゃ誰もできないよね。一人でピンポンやるなんてしたらよっぽどつわもんですよ。俺だって絶対やれって言われればそれやるけど、やりたくないですね、一人でなんか。やっぱりなんか仲間内がいるから面白いんであってさ。できないんだ、話の。やっぱ長野でもやったけどさ、楽しかなかったね、一人でやるのは。孤独感と、あとバシンっていうあの、打ちのめされ感。でもう連絡待ち、俺は学会だけでもこう狙っていったからね、あ、まあ、横並びもやったけど、大概はもう学会だけをこう狙っていくのだから、一軒学会入るともうその地域でバーって連絡が回って、二軒目の学会の時は誰っつってもう戦闘モードなんで向こうが絶対話なんかさせてもらえないようなさ、それを何軒もやるとさ、それからもう真冬でやったんで、その誰でもいいから家の中入れてくれっていうその寒さと、だからあれ何人かでやればね、結構交代でピンポン、ほら俺やったんだから次お前さ、こうやったりとか、それができるから、ね、それだけでもね、楽しい、だんだんね、だんだん1軒目2軒目はさすがにね、ちょっとこう軌道が悪いけどさ、3軒目ぐらいになってくるとね、こう、そうですね、こういう感じになってくるよね。いや、すごい勇気ですね。今の時代その詐欺とか多いじゃないですか。おエアコン詐欺とか、給湯器詐欺とか、なんかそういうのも多いんで、その中でもその、訪問する勇気とかっていうのはすごい生命力っていうか気持ちが強くないと、確かにね、今は本当に見知らぬ人とか、あれなんか泥棒が下見してるんじゃないかとか、なんかちょっと玄関口ロールしたら、あ、なんか訪問販売かなとか詐欺とか、みんなあるじゃないですか、その中で押すっていうのは本当すごい勇気、一人だったらもうすごいことなんだけど、でもみんなで回るんで、そういう気持ちがなくなっちゃう、3人一組で回って、うん、そう、あとねやっぱりみんな人相が良くなってくるのよ、最初はね、あのこうちょっと硬い表情がさ、何件か回ってるうちににこやかになって、およそ悪いことをする人たちとは思えない雰囲気になるから、そういうリアクションないよね、詐欺じゃないのとか、それは全くないでしょ、やっぱ宗教的なこうアレルギーはあったとしても、それはもうあのね、俺夕方から夕の盆業から行ける時は行ってみんなと会うんだけど、なんたって本当に今いい顔してるからね、みんなピンク色になっててさ、にこやかな顔になって、あれは書店が守りますよ、そういう人はね、だから本当あのピンポンは何年もやってる、いろんな人たち見てきた、自分もやってきたし見るけども、あの自分の身内やね親族にバリバリ着服できる相手がいりゃいいよ、友達だ親戚だ、だけどそんなにね一回りすりゃね、もう手詰まりになるわけだ、大体もう二度と来ないでとか、そんな話だったらうちに来るなとか、そうなったところでさ、何度も何度も行くっていうのもまたしつこいし、こっちもテンション下がるし、それより何にも知らないところの方がまだね、だから今の時代この釈服業というものをやり続ける一つの大きな、これはツールですよ、これ身内親族だけって限定しちゃうとみんなこうなってっちゃうもんね、だんだんこう賃貸化してっちゃう、
沈静化しちゃうっていうか、まあ、いい言葉もっと言えばもう、ですよ、そういうことやらなくなる。でもピンポンみんなで月に一遍集まってやろうねって言えばさ、ノリが悪くたって最初さ誰かと一緒にやりだすとね、なんかだんだんね、楽しくなっちゃう。案外ね断られないんですよ、喋ってくれる人も多いので、バシャってやる方がそんな少ない。だからそう、年寄りとかも多いんですかね、やっぱり結構喋れるけど、やっぱりなんか今度一緒についた時に行ってみないんだよ、一緒に。そう、一連招集の顔してやった方がいいですよ、なんて分かったところで結局やっかやんないかだから、絶対やんないと分かんない、その感じ、いくらここで言うのか、結局やってその場行かないと、そこで分かってみんながない。もう完全にピンポンを自分で押して、で出たもので感じないと、これは無理なの。あ、そう、正直。あ、その空気感っていうか。そう。まあ、そう、そう。で、自分がちょっとこう上がって、そう。人が上がってるとか。そう。あ、確かに。聞いてるのと実体験って全然違うから、結局やらないと、これはね、どうしようもない。いくら。言葉でやったら言葉で言っても、ね、そうあの波は俺劇を納得して言葉で言ったのと変わらないみたいな、結局行ってこの現場で行ってみんな で, そうで言葉でも理解するって難しいですよね。そういうのも変わらない。だから言っても聞いたところでもこれはね本当やんないと実感が湧かないから、でみんなも良くなってくるから顔色が良くなってくるから、でちょっと元気になって声高くなったりしてるから、そうけどそれはやっぱりね聞いても分かんない。もう行って押してで感じるものだから、いくら何言っても押したもん勝ちだから、でもらったもん勝ちだから、あと話すでやべえやつ出てきたらいるから、2人結局3人で回ってるから、やべえがいったら 3-1 で勝つから、だからそうやってまあ2人もほら仲間いるから、ピンチだったらこう応援してもらうっていうことで、結局やんないといくらうーんっつっても結局ほんと分かんない。そういくらここでどうだこうだ言っても結局押さなきゃ入んないと、でこう食らったりして、それでやっとまあそうそう、そう痛い思いしてうーってなって痛い思いして で次またやってつって自分もこう鍛えられていくから、でまた行きたいと思います。だって最初はだって誰もできないもん、ピンポンって言葉が出ないから、そうです、何もさあ俺たちはねいないでくれって押すからね、そう最初は結局いない、そう、で出てきてうわなんか知んないけど出てくるから、別に何どういうもなくて、ただ出てきちゃったらこんにちはぐらいで愛ですみたいな関係ないですよ、だからでそれをやっていくうちに、じゃあ実験やったらちょっと出てくるんですよ、余裕も出てるしね、こういう時代とか、だからそういうのは関係ないんだよ、時代云々じゃなくてやらないと、結局バッターボックス立って勝負しないと、結局外から見たって全然リアルじゃないんだよね。でもさ俺コロナが、仕事の面でも感じるんだけど、コロナ前っていうのは人は人を鬱陶しいと思う、こう空気感があってね。ああそうだね。ところがコロナ来たでしょ、人が人に飢えてきてる、人とやっぱり触れたい、やっぱりそのリモートだのなんだのでってなって人とこう遮断されたじゃないですか、やっぱ人間って人とやっぱり会って触れないとこう寂しがる生物だっていうことで、逆に今チャンスなんですよね。確かに、こんな断られないよね、俺までやってないんだけどさ、そんなことね、そうだよね、いや答えるときは答えない、あけどそんなでもないよね、なんか前はピシャッとか、俺ほら営業やってたから、ピシャッ、いねえ、いらねえっつうのがばっかりだったから、その頃はあれじゃない、コロナ前だから、そう要は人がこう鬱陶しい時代で、デジタルにどんどん進んだじゃんか、でそこでコロナでもう徹底的に人とこう分断されたから、やっぱりねいい時ですよ、どんなにこうピンポンしても、なんなら寂しがってるかもしれない向こうは。案外ね、お金顔してると聞く人もいるし、出てきて人に飢えてるっていうのかな、出てきて、そうですよね、もっとじゃあこの信仰体験っていうかさ、そう自分は何だったんでこうやってやってみて、で功徳を感じたものがあれば、